激戦を伴う逃亡の末、曹操は帝を自らの本拠許昌に迎え入れた。曹操はそのまま帝をいただくと、許昌を新たな都とする。皇帝、万民が畏敬すべき絶対的存在、それもまた力の一つ。曹操の名は天下の群雄の心に刻まれるところとなった。その翌年、曹操は南へとその視線を移す。慶州の炎上を攻め、そこに居座る長州を討つ。方針を定めた曹操は大軍を率い、一路炎上へと向かう。長州は恐れおののくと、すぐさま降伏を宣言。その証にと、曹操を炎上での首席に招く。そこにあるのは卑屈か策謀か、いずれであれ今は前へ進むのみ。曹操と天衣はあえて虎穴にいるのだった。悪雷天衣、派手に暴れてやる。いかがでしょうか、曹操殿。この長州の降伏の証たる主公、お気に召していただけたでしょうか。おやおや、酒が足りませんでしたか。すぐお持ちしますので、どうぞごゆるりと。これで良いのだな、書くよ。まずまずといったところですね。ではこちらも宴といきましょう。やはり小賢しい秘策であったか。わしの命預けたぞ、天衣。お任せください。チキショー、小ずるい真似しやがって。殿はわしが何度にしてもお守りします。まずはここを抜けねばなるまい。頼んだぞ、天衣よ。宴の座標にしては不遂よな。罠を抜けねば帰らせてもくれぬと。天衣、こっちだ。わしを窮地から救うのはやはりお主か。
決に勝るとも劣らず。しぶといね。では次の手をご覧いただくとしよう。見事よな、天お主が。わしが求める力はそのものに。師匠、そう安眠とはぐれてしまったか。無事であればよいが、この炎の中は迷ってるのかもしれません。なんとかして助け出さねえと。危ねえもん持ち出しやがって。使ってる奴をぶちのめして黙らせるか。おや、おや、おや、程度の罠はものともしないが、思った以上に手を引くことは悪来の運命。この日の豪傑に勝るとも劣らず。もう悪来、わしを窮地から救うのはやはりお主か。なんという
この俺が相手だ。これでも気が入るな。本当に強さ、ここは引く。いっちょ上がりだぜ。
何か意図があるはず。不用意な突入を避け、様子を見ながら進もう。縄文を閉ざされては正面突破は難しい。どこかに突破口がないか周囲を調べよう。見つかってしまったか。流氷が なるほど、長州と連動してこちらを襲う算段か。ということは、じきに流氷の本体が来る。長州はそのために時を稼いでいたと。なら、こちらも罠を仕掛けてみようか。長州と援軍を一網打尽にするため。何敵だと。まだこちらは本体が来ていないというに。こちらの準備は整ったかな。我ら流氷軍の準備は整った。長州、女性に転じるならば今ぞ。誰でも気合いよれ。よし、開門、開門せよ。今こそ流氷軍と連携して王孫を撃つのだ。絶好は皆やられたのか。そうすね、たまに不平なのか。ねえ、いまいまし。敵はこちらの罠にかかった。一気に押しつぶすとしようか。おい、我がチームで葬ってくれるわ。
前の戦、並大抵ではないな。一つ問う。お主、長州に主に準ずるか、それとも己が才、策に準ずるか。これは感じの悪い質問だ。才だ。俺は己の才と策に命を懸けた。未練はあるが悔いはない。さあ寄ってくれ天衣殿。よかろう。かくよならばその際我が元で震え。猛徳、本気か。天衣がいなければわしの命はなかった。こやつの英知使い手があろう。それにしても見事な武勇よ天衣。お主は古の英雄アグラに比するやもな。いやなんだかちょっとこそばゆいでさ。おい天衣。すいません殿、わしはここまでみてえでさ。バカなことを言うな。わしにはお前が必要なのだ。ありがてえお言葉でさ。